ちょっとこれ見てくださいよ。見えるかな。なんかこう俺のヘルメット艶消しブラックなんですよ。このいつも使ってるやつで艶消しブラックなんですけど、これって意外と擦り傷とかがすごくて、ちょっとカメラじゃ分かりにくいと思うんですけど、結構傷入ってるんですよ。でこれ磨いても取れないし、艶消しなんですけど、こすった部分とかがツヤツヤになってて、で結構あちこち傷だらけで、まあ俺ちょっとここにこう分かりにくいけど黒のステッカーを貼ってて、でまあこういうステッカーでこうヘルメットについた傷を隠そうかなとかも思ったんですけど、そうすると結構ステッカーだらけになる。うん、でも俺こういう英語とかが好きなんで結構いろいろ貼っては見たいんですけど、俺のセンスでこうステッカーを貼ってって大丈夫なのかっていう不安要素があるんだけども、もう大丈夫。なぜなら俺は新しいヘルメットを入手したから。はい、それはこちら。これですね、ちょっと俺の新しい相棒になるであろうヘルメットなんですけど、ヒートグループとオイルショックデザインズのコラボでこういうデザインを実現したヘルメットになってます。はい、なんで、まあ結構このデザインがあちこちに英語が入ってて、結構俺が求めてた感がある。まあ、日本人はみんな英語でカッコつけるのが好きなんで、ちょっとこういった活かしたヘルメットだなと。でまあちょっとなんて書いてるのか読んでみましょう。まずここガレージオブエース、うん、意味は何でしょう。はい、で次ここイスタブリッシェディンクオリティ、はい、まあ何らかのクオリティってことですね。はい、でここパラダイスクストン、はい、まあ何らかのパラダイス気分を味わえるみたいなことじゃないんでしょうか。はい、でまあこれ SG 規格にも対応ちゃんとしてて、でこの両サイドですね、ここにちゃんとこのボタンがあって、ここ3点このシールドを止めるところもちゃんとついてるんで、もう必要なものは全てついてるヘルメットになってます。でまあ一番嬉しいのがこれですね、ここ、これがヘルメットカチッと止める部分が最近よくついてないメットが多いんですけど、やっぱこれがあるのはすげえ助かる。うん、これがないとやっぱ手袋をしてる時とかってヘルメット止めにくいんで、これがあるとないとじゃ全然違う。うん、でこの見てもらうと分かるんですけど、中身がこういうキルト状になってて、で糸黒地に黄色っぽいゴールドっぽい糸で縫われてて、中も結構おしゃれ、かぶってもかっこいいし脱いでもかっこいいみたいな。うん、そうそう。で、まあ、中ちゃんと、この辺もクッションがですね入ってて、ここもちゃんとこれだけ厚みがあるんで、まあある程度の衝撃には耐えれるようになってます。でサイズがこれフリーなんで57センチから60センチ、はい、なんでまあ普通の男性がかぶれるようなサイズになってますね。はい、まあ女の人だとちょっと大きいかなっていう感じなんですけど、まあ普通に男の人が使う分には全然ぴったりかぶれるサイズになってます。でまあ57から60センチで、この中が厚手なんで結構このメット自体が大きいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、そうでもないんですよ。まあこの俺がいつも使ってるヘルメットはこれなんですけど、これを見てもらうと分かるけど、これはもう中がクッションが入ってないんでペラペラのタイプのヘルメットですね。なんでまあ普通のヘルメットよりちょっとちっちゃく見えるんですよ。で、まあ、これと比べてもこんな感じですね。はい、このめちゃくちゃ小さいヘルメットと比べても若干大きいぐらいで、普通のヘルメットに比べたら結構これ小ぶりに見えるんじゃないかな、こっちは。うん、なんであんまりこうサイズ感とか気にせずにかぶれるんで、頭でっかちにならないようなヘルメットになってます。はい、なんでね、まあちょっと俺は
今まで使ってたヘルメット結構傷だらけになって、まあ、やっぱ落としたりするんですよね。走っててこう休憩してる時にバイクに置いてて落ちて傷が入ったりとかで、まあ、結構傷がついてて、虫が飛んできたりとかでも傷がついて、でちょっとどうしようか、買い替えようかどうしようかと思ってたんですけど、こんなかっこいいヘルメットを発見したんで、今度からちょっとこいつで走っていこうかなと思います。はい。なんでね、まあ、この結構いろいろ楽しそうな英語を書いてますんで、まあこの英語を見るだけでも楽しいし、かぶってもかっこいいし、まあ、ちょっとこれこのデザインいいなみたいにちょっと気になった人は、動画の下の概要欄にこのヘルメットのリンク貼っときますんで、そこからちょっと、ぜひ見てみてください。でもこれ提供してくれたヒートグループさんは、まあ昨日の動画でも言いましたけど、まあ、いろんなも商品を売ってますんで、まあ、ぜひ、ホームページのリンクも貼っとくんで、そこからいろいろ見て、気に入った商品があれば買ってみてください。で、まあ、他にもなんとこんなヘルメットがあります。はい、ド根性ガエル。これがあの子供用のヘルメットなんですけど、業界初のキャラクターキッズサイズヘルメットって書いてるんで、まあ、今まで子供用のヘルメットって子供が好みそうなデザインのヘルメットがなかったと思うんですよ。でやっぱ子供ってどうしてもこういうキャラクターものが好きなんで、なんでね、親子で、ツーリング行ったりとかする人も結構いると思うんですけど、ちょっとこれを子供にかぶせてあげると喜ぶかもしれない。うん、なんつってもド根性ガエルなんで、子供はですねこういうキャラクターも好きなんで、こういうヘルメットをかぶって一緒にツーリング行くと喜ぶんじゃないでしょうか。はい、まあ、そんな感じで今日はちょっとヘルメットの紹介だったんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、下の概要欄にリンクを貼っときますんで、そこからぜひ見てみてください。じゃあまた。ズボンとかにつけれるようになってます。なんで、バイクにつけるのもありだし、バイクにつけないでズボンにつけといて